工業製品ではなくて工芸品として綺麗なものっていうのがやっぱ絶対条件だと思いますので、鉄板の上で焼いていって紫青へ変わる瞬間を見極めてこう取り出す、こう焼いてみないと最後の姿が見えないっていうか、綺麗に仕上がってる部品を汚さない、傷つけない、部品を一個一個確認しながら組んでいる。プレッシャーはあります。そこにはどれだけの時間がかかったか、やはり作業者の思いが入るってことですかね、気持ちが。